お話丸かじり。今回はギリシャのお話です。タイトルをお願いします。第66夜のお話はウサギとカメ。演者は岡崎智代と浅井優。ストーリーテラーは私山本真由美と光がお送りします。どういう作品になっているのでしょうか。それではまた後でお会いしましょう。ウサギとカメ。昔々のある国のお話です。ある森に大変足が速いウサギが自分の足の速さを自慢してこう言いました。この森の中で、いや世界の動物の中で僕が一番足が速いと思うんだが、みんなはどう思う？何を言ってんだ。お前よりもずっと速い動物なんかいっぱいいるよ。ウサギは森の動物たちから笑われてしまいました。頭に来たウサギは帰り道、一生懸命になって重たい甲羅を背負って歩いているカメを嘲笑って言いました。おいカメさん、あんたはどうしてそんなに足が遅いんだい。カメは真面目にこう言いました。僕は足が速くなる時があるんだよ。ウサギは笑いながらカメをバカにして言いました。速くなるだって？そういうセリフは僕にかけっこで勝ってから言ってくれよ。よし、わかった。望むところだ。ウサギとカメはどちらが速いか競争をすることになりました。向こうの山のてっぺんに早く着いた方が勝ちということだね。勝った方は負けた方に何か贈り物をするっていうのはどうだい？あんたは関係ないだろ。引っ込んでてくれ。どちらが勝ったか見分ける役目がいなきゃ競争にならないよ。僕が山のてっぺんで勝ちを決める。ウサギは狐を嘲笑い言いました。バカバカしい。どうせ僕が勝つに決まってるよ。いいだろ。どうせなら森の仲間を連れてきなよ。次の日、森の仲間たちが見守る中、ウサギとカメの競争は始まりました。それじゃあ行きますよ。位置についてよーいドン。リスの掛け声とともにウサギはパッと駆け出し、あっという間に山の中腹まで来てしまいました。振り返って遠くを見てもカメの姿は見えません。あはははは、話にならない。ノロマのカメのやつ、本当に僕に勝つつもりなのか。そう言ってウサギはキツネが待つ白旗が立つ山のてっぺんが見えるところまで来ると、草むらにゴロンと横になって眠ってしまいました。それをてっぺんで見ていたキツネは言いました。呆れたやつだ。一方カメは同じ速さでえっちらおっちら重たい甲羅を背負い、なんとか山までたどり着きました。ふうふう、はあはあ、カメはやっとのことで山の中腹まで来ました。ウサギは眠り込んで起きません。とうとうカメはウサギの寝ている草むらを追い越して山のてっぺんに向かいました。頑張れ、もう少しだぞ。目を覚ましたウサギはしまったと思って飛び起きました。再び急いで駆け出しましたが、もう遅かったのです。カメは山のてっぺんまでたどり着き走り切ってしまいました。その後を悔しそうにウサギが走ってきました。残念だったな、君の負けだ。キツネはウサギに向かってそう言った後にカメにも言いました。さあ、君は勝ったんだ。
ウサギ君から素敵な贈り物をもらうといいさ。僕は何もいらないよ。ごめん、今回は完全に僕の負けだ。僕は油断をしていた。確かに君の言う通りだな。君のようなやつも僕より早くなる時があるんだな。ウサギは笑いながら森の方へと駆け出しました。カメは微笑みながらそれを見送りました。おしまい。ということで第66夜ウサギとカメをお届けしました。はいはい、いかがでしたでしょう。大人になって聞くとすごいなんか染みますね。ほう、思い上がっちゃいけない。そう思いました。なるほどなるほど、うん、このウサギとカメものすごくポピュラーなお話でございますけれど、そうですね、日本のお話と勘違いしている方が多い。なぜそういう日本のお話と、日本の同様にウサギとカメってありますから、うん、多分これが原因じゃないんでしょうかね。なるほど、確かにありますもんね、有名な歌で。よくけん玉とかでやってる時に歌ってたりしますからね。あ、けん玉で、まあ、こうやって結構親しまれてるものって多いと思うんですけど、やっぱり気にしているものがまず2匹とも違うじゃないですか。まあ目標が、そう、はいはい、亀はゴールまで行くこと、走り続けることをちゃんと意識してるんですけど、ウサギはどれだけ自分が 上なのかっていうことを意識しちゃってるから、はいはい、まずそこがもう違いますよね。なるほど。ちなみに、まゆみさん自身はウサギタイプですか、はい、亀タイプですか。亀タイプになりたいと思っているウサギタイプですね。なるほど。はい、気がつくと自分しか見てないですね。まあね、人間なんて所詮誰かと比べたがる生き物ですから。悲しいですけどね、はい、僕もよく他人の芝居見ながら、まあ、俺のがうめえなとか思いながら考えて、先週も知人の舞台見に行ったんですけれど、はい、ああ俺だったらこうするなあ。ちょっとだけ分かる自分がいます、はい、やっぱりこの作品のテーマとしても油断大敵、油断大敵、過信の怖さ、はいはいはい、成し遂げるまでの目標を見ることの大切さとなってます。なるほど。じゃあ油断大敵の油とは、まあ、油という字が使われておりますが、油ですね。ではこれ油売ってるって意味なんですかね。いやちょっと違うと思いますけど。そうなんですか。ちなみに光くん的に油断してしまったっていうエピソードありますか。これはまだ私が若くてピチピチだった頃のお話なんですけれど、ピチピチ、あの剣道の商談審査でですね、ほう、俺は絶対に合格しただろうって余裕こいてたら、はい、普通に不合格だったことがあります。で、模擬試合を2人とするんですけれど、うん、その2人ともは合格してました。怖いですね。ということでギリシャのお話、イソップの作品ウサギとカメをお届けしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を、良い夢を。お相手は光と山本真由美でした。それでは皆さん、おやすみなさい。次回第67夜のお話まるかじりは、日本の昔話潮吹き臼をお届けします。やはり兄者に米を借りに行く。貸してくれるわけがなかろう。正月は贅沢をさせてやりで。麦まんじゅうがある、持って行きなされ。わしらは麦まんじゅうが大好物でな、譲ってはくださらんか。これでいい年を迎えられるとええな。お礼に何かお土産を持って行ってくだされ。それは何でも出してくれる不思議な臼じゃ。必要な時に必要なものだけ出すとよい。なんであいつらが長者のようになったのかの。この臼は小人たちのものじゃ。これを小人たちに返そうと思う。これさえあればわしは大金持ちじゃ。出たぞ。止め方がわからない。止まれ、止まってくれ。わしが悪かった。次回もお楽しみに。
のお話、皆さんいかがでしたか？あ、そうそう、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは